船橋市西図書館蔵書破棄事件。船橋市西図書館蔵書破棄事件は、船橋市西図書館の女性司書だった映画、西部進むや、新しい歴史教科書を作る、開会員らの著書計107冊を、自らの政治思想によって、独断で除籍、廃棄した事件。現代における、紛書工事であるとされ、船橋紛書事件とも呼ばれる。この事件に伴う裁判によって、 本の筆者に対しては、著作権以外にも守られるべきものが存在することが示された。また図書館に対しては利用者へのサービスのみならず、筆者の利益保護についても配慮されるべきものがあると、継承を鳴らすことになった。図書館は、図書館、法二条一項によって、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般講習の利用に供し、その教養、 調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設と定義され、社会教育法9条1項では、社会教育のための機関と位置づけられている。公立図書館は、この目的のために、地方公共団体が設置した公共施設である図書館、法2条2項、地方自治法24条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律30条。また、 日本図書館協会が定めるガイドライン図書館の自由の宣言の第2から1には図書館は正当な理由がない限りある種の資料を特別扱いしたり資料の内容に手を加えたり書家から撤去したり廃棄したりはしないという条文が存在するまた同宣言の資料の収集の項の第1体にも著者の思想的宗教的党派的立場にらわれて その著作を排除することはしないという条文が存在する。これらの前提のもと、A への行為が法的に容認されるかどうかも裁判で示されることになった。船橋市は、船橋市図書館条例、昭和56年船橋市条例、第22号に基づき、船橋市中央図書館、船橋市東図書館、船橋市西図書館及び、船橋市北図書館を、 市内に設置し運営していた。市は職員を月2回程度開催される公共図書館新任職員研修会、情報対応化研修講座、自動サービス基礎研修会等に参加させ、質的レベルの維持と向上に努めていた。これら一連の研修では図書館法についても学ぶようになっていた。ただし、船橋市の図書館は、 一般の市営図書館と比較して、司書などの専門資格を持った職員の比率が低く、図書館長も専門資格を持たない人物が当てられていた。またその収蔵書の助籍に関しての規約として、下記の9項目を挙げていた。ただし、蔵書の廃棄に伴う手順書では、廃棄が終了した翌月に図書館長の事後決済を受けるシステムになっており、 廃棄前の処分リストのチェック機能が存在しなかった。これは、蔵書の管理が伝算化された昭和58年頃より、このような事後決済のシステムになってしまい、それが、慣習的に継続されていたとされる。A は1948年の東京都生まれの千葉県在住の女性で、船橋市西図書館に3名いる司書の中で、最も勤務期間が長い司書であり、 司書としての経験は30年を超えていた。1988年からの約10年間は児童基本図書蔵書目録の作成にも携わった。司書として勤務する傍ら、長年にわたる児童向けの活動より、児童サービスのベテランと評されるほどの豊富な経験を、正規だ。児童向けの著作活動や、児童教育論や教育書での執筆もしていた。 読み聞かせの専門家として知られており、公明党の子ども読書運動プロジェクトチームが都内で開催した読書セミナーにも講師として招聘されるなど、その手腕は評価されていた。2000年4月には公明党の党本部に出向き、子供読書セミナーを開催している。A は同セミナーで耳から話を聞き目で絵を楽しむ、背伸びをせず年齢に合った本を選ぶ。 一緒に楽しむ気持ちで読んであげるといった読み聞かせのノウハウを参加者に指導していい。また、船橋市西都書館自体も A の長年の活動によって児童への本の読み聞かせの分野でパイオニア的な存在であった。1989年から1991年にかけて毎月一回朝日新聞が掲載した子供の本だという連載記事には児童向け推薦書の 選考委員として、計22回名前を連ね、推薦書の批評を書いた。一方で、新しい歴史教科書を作る会メンバーや、これに賛同する者に対しては、憲悪感を抱いており、A は、職場のある同僚に、蔵書に、K 氏、L 氏らの著書がたくさんある。蔵書に、歴史教科書を作る会の冊数が多い。と話していた。 また他の職員は2001年8月頃に A が自動室の端末画面を見ながら、こんな本は図書館に置いておくべきではない。と言っているのを耳にしている。また、ある臨時職員に対して A は、エルの本について、こんな本ばかり書いてねえ。などと言われたことを記憶していた。ある主任主事は A から、K、R の本が偏っているので抜こうと思っている。と説明されていた。 勤務年数の長い A の意見は、本の助席の判断の場でも、その意見が尊重されており、事実上助席の判断を任されていた。A は、2001年8月10日から8月26日に、かけて、新しい歴史教科書を作る会メンバーや、これに賛同する者、伊沢本彦、西部進、渡辺翔一ら等の著書をお師書という職権を使って、手元に集めさせ、 内容を任務した上で107冊を選んだ。これらが上記の除籍基準に該当しないことを知りながら、コンピューターの増書リストから除籍処理をした。A は本を集める作業には事情がよくわからない臨時職員を選び、除籍リストを書いた紙を手渡して書家から集めてくるように指示した。A は船橋市西図書館のみならず、船橋市内の他の市営図書館の閉鎖書庫からさえも、 目的とする本を大量に集めさせた。除籍作業は密に行われたわけではなく、実際に A が除籍作業をしている姿を複数の職が目撃しており、集められた新しい歴史教科書を作る会メンバーの本のバーコードが黒く塗りつぶされたり、付箋が貼られていたとされる。当時 A は右の本を減らすだけでなくこっち、左の本も多くしなくちゃいけないね。 と他の職員に語っていた。除籍、廃棄された本は、単純に、筆者名だけで判断されたのではなく、A が一冊ずつ内容を確認して破棄する本と残す、本を分別したとされる。廃棄された本の中には、購入から5ヶ月しか経過していない本もあった。この A の所業は、翌2002年4月12日付の産経新聞一面にて、報道され露見することになる。 最初の報道は、船橋市西図書館に収蔵されていた、作る会会員の著書102冊のうち68冊が廃棄処分されいたことが発端であり、その後廃棄された本が他にもあることが解明されていった。第一報では、著者 B の収蔵本44冊中43冊が、著者 C の収蔵本58冊中25冊の廃棄処分を報じるものであった。 図書館側と市教育委員会は直ちに記者会見を開催したものの廃棄処分は規定に沿った適正なものであると報告した。しかし市の規約に照らし合わせて不審な点があるのは明らかであった。続いて市側は本の処分は夏休みの忙しい中での事故である受付カウンターが忙しくて混み合っていて間違って廃棄処分してしまったという主張に変化した。 市の調査とは別に、日本図書館協会及び図書館問題研究会も、個別に調査を始めると、今度は、市側は、作る、会会員の著書を、意図的に廃棄処分したのは事実だが、その理由はわからないという玉虫色の報告に転じた。船橋市教育委員会の調査は、2002年4月13日から23日にかけて実施され、臨時職員や、 退職済みの職員も含めて、合計22人の事情聴取が行われた。A は、上記の船橋市教育委員会による事情聴取に対して、当初は関与を否定するとともに、なんで右の本が多いのか、左からの反対の声も上がるのではないか、従って、選書のあり方も問題だろう、などと供述していた。 しかし他の職員の証言との矛盾点を指摘されると、最終的には2001年8月10日、14日、15日、16日、25日、及び26日の6日間に、西部進の著書36冊、渡辺昭一の著書22冊、西尾幹治氏の著書9冊、福田和也の著書11冊などの合計107冊の図書を除籍したことを認めた。 同期聞き取り調査で A は特定の著者の図書を一時期に大量に廃棄するに至った経緯について次のように述べた A は同期聞き取り調査で臨時職員らに命じて作る会のメンバーの本を集めさせたことは認めたが個人的な思想を背景として図書を廃棄したことを否定したではなぜ廃棄をしたかについては理由は説明できないと述べたまた市側も数々の証言がありながら 廃棄の原因や意図については、AA の独断としつつも、同期は不明として最後まで踏み込んだファンもしなかった。2002年5月に AA を6ヶ月間、減給10分の1、図書館長を3ヶ月減給10分の1とする懲戒処分が実施された。また他に職員3人も処分の対象とされた。これら処分は、船橋市職員懲戒審査会の答申を尊重した。 上で、教育委員会議で決定された。廃棄された図書のうち103冊は、A と船橋市教育委員会障害学習部の職員の合計5人による寄付という形弁償された。ただし廃棄された図書のうち4冊は、入手困難であったために弁償されず、同じ著者の別の書籍を寄付することで代替された。2002年8月13日、 新しい歴史教科書を作る会とその幹部の西尾、幹事、藤岡信勝、坂本隆雄、高橋志郎及び伊沢元彦、岡崎久彦、谷沢栄一、長谷川慶太郎の8人により、表現の自由を侵害されたとして、東京地裁に提訴した。原告は執筆者としての人格的利益等を侵害されて、精神的苦痛を受けたとして、A に対して、 民法715条に基づき車両料の請求を求め、船橋市に対しても国家賠償法1条1項に基づいて医者料の支払いを求めた。医者料の根拠としては、原告側は公的図書館では公正な閲覧に強せられる利益を不当に奪われない権利や適正、公正に閲覧に強せられ保管、管理される権利や書籍を恣意的に廃切れず、 図書館利用者への思想、表現等の伝達を妨害されない権利などがあると主張した。請求した医者料の総額は2400万円であった。船橋氏は著者に対して氏は直接的な権利侵害は存在しないと反論した。また原告らは船橋氏に対して A を刑事告訴するようにたびたび求めていた。船橋氏は応じなかった。二千三年九月九日。 東京地裁判決。A は、詳細は覚えていないが、個人の思想や信念によって意図的に蔵書を吐き、したのではないと主張したが、東京地方裁判所は、本件除跡等は、原告の、作る会らを嫌悪していた被告が単独で言ったものと、認めるのが相当であり、周到な準備をした上で、計画的に実行された行為であると判断し、A の証言を退けた。 A は原告らが証拠として提出した船橋市、教育委員会の調査報告書についても、本来非公開の報告書であり原告側は、違法な手段で入手したと考えられるので、証拠として採用すべきではないと訴えたが、これについても、証拠資料から、市の調査報告書を排除する理由にはならず、船橋市側も調査報告書の内容を否定したり、争っていないとして退りけた。また A による、 廃棄行為は公務員として当然に有すべき中立構成や不変不当の精神が欠如しており違法であると認定した。ただしその違法性はあくまで図書館を運営する船橋氏と A との関係をおいて法なのであり原告らの著者は無関係であるとし、また船橋氏も組織的に著書の廃棄に関与したわけではないので原告らに対してその責任を負わないとした。 また、絵が原告らをどう思っているかは別としても、この度の事件によって、原告らの社会的評価が低下したという事実もないと、した。原告らが求めた著者の権利についても、図書館が購入した書籍を市民に閲覧に、供しなければならないという筆者に対しての法的義務は、なく、除籍された書物が、船橋市の所有物である以上、どのように管理するかは、 図書館側の裁量範囲であるとした。原告らは、日本図書館協会が定める、ガイドライン、図書館の自由の宣言に反すると主張したが、地裁は、図書館の自由の宣言は法的な文書ではないとして、図書館が、その束縛を受けるものではないという判断を示した。以上より、原告らが求めた船橋市及び市所への、医者業請求について地は帰却する判断を下した。 原告は控訴した。2004年3月3日、東京高等裁判所は一審の地裁判決を指示して控訴を棄却した。原告団は最高裁へ上告した。ただし英語人に対する医者料請求については最高裁は上告を受理しなかったので、A A の直接の医者料請求は原告敗訴で確定し、 残る船橋市への医者料請求について継続審議された。2005年7月14日、最高裁第一小法廷は、公立図書館の図書館職員である公務員が図書の廃棄について基本的な職務上の義務に反し、著作者または著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、 当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。として、船橋市に対する原告の請求を認め控訴審判決を破棄して東京高裁に仕戻した。一方で原告らが求めていた著書が保護される著者の権利については判断しなかった。また前日のように英個人についての審理は行われなかった。 2005年11月24日の差し戻し交際、判決は原告の国家賠償請求を認めたが、廃棄されたのとほぼ同じ本がすでに図書館に弁済されて収納されているなどとして、賠償金は原告一人当たり3000円の合計24000円とした。船橋市は、直ち車両を原告団に納付した。原告は賠償額が低すぎるとして、 再度最高裁に上告した。2009年4月7日最高裁は原告の上告を帰却。2005年11月24日の差し戻し交裁、判決が確定した。新しい歴史教科書を作る会の名誉会長だった西尾幹事は最高裁の判断は図書館史上画期的な判断であるとし、同様の言論風圧が今後も起きると心配していたが、 最高裁が良識を示したと述べた。2001年6月5日、日本図書館協会は、事件の概要が明らかになった時点で、自由宣言の思想に反する行為であるとして、船橋市図書館に再発防止、信頼回復措置を求める声明を発表した。また最高裁によるされ判断の後の2005年8月4日には、最高裁のされ判断は、 原告団や社会全体からの A と図書館に対する厳しい批判を代弁するものであり、今回の事件で図書館への国民の期待と信頼を傷つけた責任を受け止め、倫理考慮を徹底することを明らかにした。図書館問題研究会は、ひょい自由主義士官の著者の著書が選択的に廃棄された事件であるとし、都道府県立図書館や国立図書館、大学や、 学校の図書館など特殊な存在理由による蔵書編成なら、廃についての考え方が異なる。可能性があるが、公共図書館における図書の廃棄については、大半が自治体の予算によって収蔵されており、いわば、住民の財産とも言える存在であるので安易に、廃棄する子は容認すべきでないとした。蔵書の廃棄にあたっては、地域住民に対して客観的に説明しうる形で、 実行されることが求められるという見解を示した。その上で、今回の事件は、図書館の自由の宣言のガイドラインに明らかに、抵触しており、司書や図書館全体に対する信頼失意行為であると、急断した。また A については、司書という専門家としての事件の説明責務も指摘し、図書館とは、司書の推薦書を住民に提供する場ではないと問いた。また、事件の場となった、 図書館は専門資格を持つ職員の比率が極めて低く、図書館長も廃棄書物のチェックをしていなかった責任を指摘し、図書館長にも司書資格を持った人材を当てるように押した。本事件で著書を廃棄された筆者の一人である、西部進は裁判の原告団には加わらなかったが、著書でたびたび事件について言及している。この事件を文書であるとしつつも、当初は 気にしないというスタイルを貫いていた。2009年、西部は、噴所工事の勧めというタイトルの著書を公表した。また2013年には、工事されても、全く気にしないとコメントしていたのは本音ではなく、虚勢だったことを吐露している。本事件で著書を廃棄された筆者の一人である、伊沢元彦は、朝日新聞読者だけが知らされない、船橋市西図書館。 文書事件の犯人像という記事をサピオに掲載し、特定のマスコミが事件を公平に報道していないと苦言を呈した。A は事件発覚後転属となり、教育委員会に配属された。2002年 A は事件後初の発刊として、縫い針旦那と待ち針、奥さんの韓国語版を発売した。また2004年の児童向け雑誌、大きなポケット、 十の箱2004年5月号に著者の一人として名を連ねた。2005年には、ジャビー、社団法人日本国際児童図書評議会で理事に就任している任、2005年5月から2007年5月。2008年、A は事件後発となる新規執筆書籍として、絵本、テテちゃん、福音館書店を公表して、絵本作家としての活動を再開したが、 ネット書店等の評価欄には、本事件に関する賛否両論のコメントが並んだ。その後の執筆は確認できない。2006年8月9日、船橋氏は、国家賠償法第1条2項に基づき、A に対して市が負担した、賠償金全額の2万4千円の請求を行い、即日納付されたと発表した納付日は7月26日。日本図書館協会は、 2006年10月27日交際での、差れ裁判での判決確定を受けて、会員であった A に対して、説明と釈明をするように求めたが、2006年11月2日に AA より日本図書館協会を退会する申しがあったのみであった。日本図書館協会は退会の申し出を保留として、改めて A に対して、判決で事実認定された下記4点について、 誠意をもって教会に説明するように要望した。2007年2月6日に A の代理人の弁護士2名の連署で上記文書に対する回答書が日付を理事長へ配達された。A は裁判所での事実認定について否定するとともに自身の権利取引利が侵害される恐れがあるとしてこの回答書を一般公開しないように求めた。事件の反省を踏まえて船橋市では 蔵書の除籍に関しての規約と運用を改めた。除籍は複数人で判断するようにされ、図書館長の決裁を受けてから廃棄を決定されるようになった。また廃棄は直ちに実行されず、その後共同書庫に一時保管されたの図書館長との合同会議での承認を得てから廃棄されるようになった。本事件は2002年4月12日の産経新聞で、 第一報で広く知られるようになったが、本来報道機関が最も敏感に反応するべき、自由と言論の抑圧、規制に関する事件であるにもかかわらず、産経新聞以外の新聞の社会欄にはほとんど取り扱われなかった。産経新聞以外がこの事件を取り扱い始めたのは、最高裁がされ審議を命じた2005年7月14日以降になってからであった。 朝日新聞は2005年7月15日に蔵書廃棄自由の番人でいる重さという社説を掲載。朝日新聞は過去の社説で作る会の教科書について近現代史を日本に都合よく見ようとする歴史観で彼教室で使うにはふさわしくないと主張してきたがだからといって作る会や賛同する人たちへの反感から独断でこれらの本を処分することは著者の思想や 表現の自由の権利を侵害る行為であると非難した。また多彩な本の存在を守り、一人一人の内面の自由を守ることが、図書館の自由を維持することにつながるとし、司書は古代中国の書に書籍を司る職として、病れるような歴史ある仕事であり、知性と自由の番人であるという自覚を持ってほしいと述べ、司書の心構えを特に止まり、問題の核心に言及することを避けつつ、 作る会の教科書については従来通りの批判的内容でコメントした。また7月18日には、A への行為は重大な違反であるが、長く子供の領書に尽力した彼女だからこそなされた事件であり、表現や思想の自由と新しい歴史教科書が問題視される中でこのジレンマは感化されるべきではないという記事を掲載している。 産経新聞はこれまでの新しい歴史教科書を作る会との関わりより、この事件では被害者的、原告側という側面もあった。第一報に続いて、産経新聞は2002年4月15日には、社説、産経新聞では主張と呼ぶを掲載、2002年4月16日には、船橋市西図書館大量を廃棄前リスト判明として、その一覧表を掲載した。 判決確定後の2005年7月15日の社説では多様な言論を支える判決だとして裁判での判断を評価した。また A については著者に対する権利侵害のみならず読者に対しても読む機会を奪う行為であり、それをチェックできなかった図書館の上司や船橋氏の責任は計り知れないと適厳しく指摘している。また、朝日新聞とは逆に、 新しい歴史教科書を作る会は、日本の将来を担う子供たちにバランの取れた歴史を学んでもらうための集団であり、それまでの歴史教科書が中国や韓国に過剰に配慮しすぎる、あまりに日本の歴史を歪めて伝えてしまっているというコメントを追加した。読売新聞は2005年7月16日に民主主義の基本原理が守られたという記事を掲載し、 裁判での画期的判断を歓迎する一方で、A への行為については、暴力的な威圧、組織的な圧力であるとして求断し、朝日新聞とは対照的にエイコール図書館側の不正行為を厳しく非難している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。